山内町議会議員選挙選挙候補小山日奈子無所属。子ども高齢者障害者女性若者困窮者命応援誰一人取り残さない政治命の電話命綱代表兼相談員自殺防止ゲートキーパー養成講師障害者援護員防災士自民党政経塾第5期生誰もがコロナ禍から立ち直れる政策を1住民税を時限的に 5% に引き下げコロナ禍で苦しい家計と生活を応援2 NHK 受信料などでお困りの山内の宿泊施設と町民をお守りします3宿泊施設などで健康で長く働くために働く人の待遇改善と自殺防止の取り組み4多く降る雪を生かし間接民営の発電雪発電を導入し高い電気代を安くする5字が書ける障害者なども意思表示して賛成ができるように記名式から記号式の投票用紙に変える町の条例作りを目指す小山日奈子元代議士秘書山内町議候補無所属57歳小山日奈子本人が目の不自由な方や小さな字が見えづらい方のために音読をさせていただきました。小山日奈子令和5年西暦2023年4月18日告示同4月23日執行の山内町議会議員選挙に立候補いたしました。よろしくお願いいたします。小山日奈子最後まで頑張って戦い抜いてまいります。